新聞屋が商売ならば、大学屋も商売である。商売でなければ、教授や博士になりたがる必要はなかろう。月俸を上げてもらう必要はなかろう。職人官になる必要はなかろう。新聞が商売であるごとく、大学も商売である。新聞が下びた商売であれば、大学も下びた商売である。ただ個人として営業しているのと、お上でご営業になるのとの差だけである。大学では4年間講義をした。特別の恩名をもって、要項を仰せつけられた2年の倍を義務年限とすると、この4月でちょうど年期は明けるわけになる。